こんにちは。今回はビーズをテクスで編んでピアスを制作しました。大きめのパールビーズとテクス編みしたパーツを組み合わせています。では材料と制作の様子をご覧ください。使用するビーズです。テグスは2号のものを40センチ2本用意します。丸カンは4ミリ、そしてピアスフック。では作っていきます。大きめの8ミリのパールビーズを編んでいきます。丸小ビーズと4ミリのガラスビーズを編んでいきます。丸カンを通すために丸大ビーズを編みます。編んできたテグスをパールビーズの手前の丸小ビーズで交差します。テグスを2回結んでパールビーズに通してカットします。
方のテグスを引っ張って結び目を隠します。これでパーツが完成しました。もう一つも同様に作ります。作ったパーツをピアスに仕上げます。丸カンを割って丸大ビーズに通します。ピアスフックを通して丸カンを閉じて、つなぎ目を丸大ビーズに隠します。もう一つも同様に作ります。ご覧いただきありがとうございました。